皆さんこんにちは。今日の動画はなにわ男子ライブツアー2024プラスアルファの宮城公演に参加してきまして、そちらで購入したグッズの方を紹介していきたいと思います。まずは早速画面にもある通り、一番楽しみにしていたこの指人形からちょっと紹介していきたいと思います。とりあえず全員分一つずつ と推しの流星と大悟くんは2つずつ購入しました。横のねデザインが話題になったと思うんですけども、お願い事が書いてあって、発寸は1可愛がって、21日3食ご飯食べさせて、毎日ハグして、すごいメンバーの個性が出てるんですね。ミッチーが末永くよろしくね、ずっとそばにいてね、これからも好きでいてね、めっちゃなんかずっと一緒にいようねっていう話を全部にしてる。長尾くんがいつも一緒にいようね、高さ10センチ以上からは落とさないでね、5センチとかだったらいいのかな、たまに話しかけてみてね。で、ジョー君が野球の話を聞いてあげてね、喋るんですね。卵焼きかっこ甘めを作ってあげてね、よく喋るから注意してね、すごい喋るみたいですね。良平が、お願い事かっこだな、何があってもポジティブに、みんなもやんちゃ、 I love you, you love I ということで可愛い。で、大悟君が一人ぼっちにしないでね、いつでもそばにさせてね、なくしたら次の日の星座占いが最下位になるよ大ちゃんっぽい。で、大本命流星はお願い事新幹線にたくさん乗せてね、いっぱい写真撮ってね、寝るときはお休みって言ってね、最高ですね最高、このなんかもうお願い事 も流星すぎて最高です。とりあえず使ってるこの2つはこれからのライブ参戦の時も持ち歩こうかなと思ってるので、ちょっと開けていきたいと思います。オープン。いやーかわいいちっちゃい、あーかわいい、これ指入るのかな、あ結構きつい結構きついな、小指がすっぽりぐらい、意外とどの指も親指なんか絶対入らない、これよいしょ、じゃあこんな感じで、かわいいお口がなんかめっちゃ目離れてるめっちゃ目離れてる、かわいい、こんな感じですね。で、こうやってできると、あ、でもやっぱ結構あれですね、浅めなので小指がいいと思います、小指だと落とさなそう、これね皆さんね買ってるんじゃないかなと思うんですけど、無事にね購入できてよかったです。ペンライトはこんな感じで、こちらはライブの時に使ったので開けたんですけど、ドーム型になってて、一番最初のライブの時もこう丸い形だったと思うんですけど、中にこうデザインがあるとかではなくて、なんか外枠がなんかプラネタリウムみたいなお星様みたいな感じになってます。じゃあ開けてるやつなんですけど、まあ、いつも通りのこの色を簡単にこう押せるパターンのやつで、こんな感じですね。このボタン押しやすくて好きなんですけど、ただこう押しの色にしてこう興奮してこうわーってやってると、なんか違ういつの間にか違う色をしてたりするので、もうちょっと話してもいいかもしれない。つかないやつが多かったみたいで、交換頼んでる人多かったので、なるべくその会場で買ったらすぐ確認して交換してもらうといいんじゃないかなと思います。虫眼鏡みたい。 T シャツですね、プラスアルファって書いてある。ライブの時に着替えて行こうと思ったんですけども、暑すぎて着替える気力が湧かなくて結局開けてないんですけど、ね、会場で着てる方も何かいらっしゃって、割とこうシンプルな感じなので、どんなお洋服にもどんな下のズボンとかスカートとかも合わせやすそうでいい感じでしたね。これが T シャツ、カバンですね、バッグがちょっと結構大きめなんですけど、前回の他は同じ感じですかね。こういうあの青み系の色好きなので嬉しかったですね。一応内ポケットもついててって感じです。続いてがマフラータオルですね。ここにライブツアー2024プラスアルファっていう風に書いてあります。夏の会場はタオルはなんか買った方がいいかなとめっちゃ汗かくので、なんかライブ中もエアコン効いてたんでしょうけど、なんか暑すぎて、これは使ってないんですけど、ポップモールの時のタオル持ってたんで、ずっと首にかけてなんか温泉状態でした。こちらですね、これなんだっけ、フォトカードセットですね。これ前のポップモールの時もあのケースの中に入れられる中身とともに発売されてたと思うんですけど、今回も出してくれましたね。この流星めっちゃ可愛い、すごい
ミッチーの横にいるからがめちゃくちゃ埋もれてて可愛いです。集合と、ま、あ、可愛い。集合と、ま、ユニットとか、今回のユニットってわけではないんですね。で、こんな感じ。うんね、メガネの大悟くん、めちゃ好き。で、そんなメガネの大悟。可愛い。次、流星。わあ、すごい。すごいかわいい。よいしょ、ミッチー。ミッチー、黒髪に戻してましたね。かわいかった。で、恭平。恭平。めっちゃ面白かったです、公演中。ケントくん、これも帽子かぶってるんですけど、あの、ユニット曲の時のケントくんめっちゃかわいかったです。で、ジョーくん、ヘアバンド珍しい。ジョーくんはずっと元気でした。で、ハッスンですね。ハッスンが笑うたびに、なんかもう会場の歓声がすごくて、あの引き笑いをするたびにさすがでしたね。これをポップモールから買えることもできるよって感じだと思います。ねー、パンフレットも購入しました。かわいい。で、ここはピンクになってますね。ファーストラブが赤でポップモールがオレンジで、今回はツリースター3回目のツアーなのでピンクって感じですかね。おー、なんかツルツルテンの素材ですね。はい、ぜひ買ってみてください。うちわは箱ずつしか買ってないんですけど、流星と裏は今回シンプルでしたね。大ちゃんですね。うん、涙袋大きい。こんな感じ。私はこれが最後のグッズですね。ユニットのグッズはちょっとあの他の2つは買ってないんですけど、それ以外は一応全部グッズ買ってるんですけど、このオニシャタのヘアクリップですね。なんかね、なんとも言えないデザインなんですけど、せっかくね、二人が描いてくれたやつなので、あと髪留めもね、使うのですごいいいなと思いましたね。これあって一個開けてみようと思います。こんな感じで、大ちゃん、ルチェ、なんかこんな、いやもうまつげバサバサですけど、なんかどっちも似てない。どっちも別に似てない。ま、なんか可愛いですね。結構でかくて、この指人形と同じぐらいの高さがあるので、だいぶでかめだと思います。こんな感じで髪につけたら可愛いかなと思います。本当に大西シャタのユニットが出て、かつグッズも出してくれてありがとうございますって感じです。今回の公演のところだけかもしれないんですけど、結構まずグッズの待機列がめちゃくちゃ並んでいたこと、整理券を取って入れる感じなんですけど、待機列も結構並んでいたので、あんまりギリギリの時間帯にしない方がいいと思います。当たり前かもしれないけど、意外と混んでた。あと暑いのでちょっと大変だったっていうのと、あと実際に買うなんかレジというか、あのブースのところの下にあのグッズのなんか表記がなかったのがびっくりで、現地でグッズを買ったことがなかったので、オンラインで買ってたのでちょっと知らなかっただけかもしれないんですけど、カウンターのところの下にこのグッズの表があるわけではなかったので、事前にスマホとかで確認できるように持っていった方がいいんじゃないかなと思います。なんか上には書いてあるんですけど、もう入って中っていうかレジの前のところに行っちゃうとそれが全く見えない状態になるので、それ知らなかったら下にあると思って探しちゃうと思うんですけど、ちょっとなかったのでそれだけ気をつけてください。スタンドのステージから見て左側でしたね。割となんか今までの声もステージから見て左側にいることが多くて、なんかいつも通りだなって感じでしたね。まあ、会場に入れただけで嬉しいということで、今回あの落下物がちょうど銀テープが来るところだったのでゲットできました。こんな感じ、キラキラでめっちゃ可愛いです。なにわ男子ライブツアー2024って書いてあってて、裏が世界中驚かせて Be on Light ということで、銀テープとは別に落下物があって、これはどちらかというとアリーナの人の方にしか落ちてなくて、銀テープはスタンド側の方にも飛んでくるって感じだったので、なんかいい感じに分けられていいなと思ったんですけど、なのでこれは実際に拾えたわけじゃなくて、会場の外に出た時にあのスタッフの方がどうぞって配ってるのをもらったっていう感じです。
配ってくれると思ってなくて、もうあのめちゃ、がしかも3枚ずつもらいました。嬉しかったです。すごく楽しかったです。また来年もツアーがあったら行きたいし、もしドーム公演がこの後あるようだったら行けたらいいなと思ってます。じゃあご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。